えるようにすることで肩の怪我と肘の怪我はだいぶ減ります。四十肩とかになってサーブでなってしまう方とかは結構これが原因で。こんにちは、コーチの小畑です。今回はテニス肘にならないためのチューブトレーニングをお話ししていきます。で、今回はトレーニングの動画になるんですけれども、ウォーミングアップとか、まあ、そのこれ以上ひどくならないようにするためにトレーニングをするっていうメニューを今回お伝えしていきます。はい、で結論から言ってしまうと、チューブトレーニングで肩を怪我をしないようにための方法はローテーターカフ、まあ、いわゆるインナーマッスルってよく言われてるんですけど、使えるようにすることで肩の怪我と肘の怪我はだいぶ減ります。で、ローテーターカフっていうのは、まあ、棘上筋、棘下筋、肩甲下筋、小円筋ですね。この4つがローテーターカフって言われていて、中に入ってある筋肉なんですけれども、これをうまく使えることによって当たった時の衝撃にこっちが耐えられるので、肘とか肩に負担が少なくなるので、これをうまく使えるようにウォーミングアップしておくとテニスの肘とかだいぶ減ります。まずですね、今回やっていくのは、まあ、内旋、中にひねる動きと外に開くスピネーションっていう動き、この2つをチューブでトレーニングしていくんですけど、ポジションがこの状態、脇を締まっているところで、ファーストポジション、セカンドポジション、サードポジション、この3箇所でチューブを使ってトレーニングしていくので、トレーニングを見ていきましょう。どうぞ。手にチューブを巻くときは、必ずチューブから引っ張りたい方向に向けてチューブが出ていくように、そして親指で挟みます。はい、ではそれではファーストポジションになります。ファーストポジションの動きは、まあ、ここで意識することは呼吸を止めないことと、チューブなのでやっぱり戻るときビョンって戻っちゃうと思うんですけど、それをビョンって戻らずに、ぐーっとチューブの張力に逆らう感じでゆっくり戻します。ゆっくり開く、ゆっくり戻す、これをだいたい15回ぐらいやってくると、なんかちょっと中が温まってくる感じがする、ちょっときつくなってくるので、それぐらいまでやってみましょう。では次セカンドポジションになります。次は肩の上のところになるので、肘、ここの注意点をお話しすると、肘の高さが変わらないことと、それから体が反らないことで、こういう風に動いてしまったりするので、なるべく体はまっすぐにして肘を動かしてあげる。で、最初慣れないうちとかは肘を持ってあげるといいかと思います。最後サードポジションですね。体の前に肘を置きます。ここもやっぱり落ちないように支えてあげていいと思います。サーブがすごい速くなります。サーブを速く、プロネーションを使うときにここがうまく稼働していないと使えないで、縦振りになってしまってバックスピンがかかってオーバーが増えるスイングになってしまうので、ここをうまく使えるとかなりサーブの安定感というのは増すので、ぜひやってみてください。はい、でトレーニングの内容以上になります。いかがでしたか？で、これで先にちょっとトレーニングの内容を見ていただきたかったので、最後にこのトレーニングを取り入れることによる、まあ、ちょっとメリットというか、まあ、ちょっとこっち専門的な話も入ってくるので、参考までに聞いていただけると嬉しいです。で、ちょっとあまりそこは興味ない方はスキップしてください。とインパクトした時に結構この衝撃、サーブだとこうやって衝撃が来るじゃないですか。ここでインナーマッスルが入ってないと肩の筋肉、こっちの筋肉で支えるんですね。なので普段トレーニングしてない人がそれを衝撃を受けると、もちろん筋肉が痛みます。で、そうすると肩が痛んできて、で四十肩とかになってサーブでなってしまう肩とかは結構これが原因で、インナーマッスルがうまく使えてないで、アウターで耐えることによって筋肉を痛めてしまうので、必ずこれはやってあげるとインナーマッスルで肩甲骨が支えられるので肩の負担が減ります。なのでアウターマッスルへの負担が減るっていう風に思ってあげるといいかなと思います。あともう一つのメリットは、2つ目、パフォーマンスアップですね。まあ、さっきちょっと話したんですけど、プロネーションとかがうまく使えるようになるので、で、これの動きって結局慣れてない人ってこっちの方に体を動かしていいか怖くて触れないんですよね。なのでトレーニングからうまく使えるようにしてあげると、この動きを使いながらサーブだったりフォアハンド、スピンを蹴るときにプロネーションをうまく使えるようになるので、その体に覚えさせるって意味でおすすめです。はい、で今回の動画は以上になります。今回のお話のまとめをすると、ローテーターカフをうまく使えるようになることでテニスのパフォーマンスアップと怪我の予防になります。で、お話ししたのがファーストポジション、セカンドポジション、サードポジション、3つの箇所で内旋外旋、中に入れる動き、外に出る動きをお伝えしていきました。
まあ、これをやっていただけると怪我がだいぶ減ってくるのとパフォーマンスアップになってくるので、ぜひテニスの前のウォーミングアップに入れてみてください。今回の動画は以上になります。私の YouTube チャンネルではテニスを楽しむコツですとか上達のポイントを動画にて配信しておりますので、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。